はい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 、最終戦でいより10勝いきましたね。本当におめでとうございます。マジで若手がね、起用されてたけども、やっぱりね、躍動してたと思うし、なんか未来のジャイアンツも意外と楽しみだなっていう風に今日思いました。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ジャイアンツ対、ベイスターズのですね、試合解説をやっていきたいと思います。はい、なんとですね、今日最終戦なんですね。悲しいですね。はい、まあこっからですね、 CS であったりとか日本シリーズっていうね、戦いがね、まだジャイアンツ今年残ってますからね、非常に、楽しみではあるんですが、まあ今シーズンね、まあ143試合ですか、僕全試合ジャイアンツの試合解説をしたと、できたと、まあ去年も含めてね、全部の解説ができたっていうところは、自分を褒めたいなっていうふうに思うし、まあ見てくれるね、方がたくさんいらっしゃるんで、それを励みにというか、それを胸に置いてね、今日も頑張ろうというふうな形で、今日まで、やってこれることができました。皆さんありがとうございます。はい、てな感じでね、動画やっていきたいと思うんですけど、その前ですね、ちょっとね、告知させてください。僕ですね、チャンネル登録者数5万人。500人違うよ。5万人をね、今目指しておりまして、今年中にね、まあちょっと無理やろとか 100% 無理やろとかコメント欄で言われてますけども、まあね、まあそう言われてるんですけども、まあ目標は目標なんでね、しっかりね、そこに向かってやっていきたいと思ってますんで、ぜひまだの方いらっしゃいましたらチャンネル登録ポチ、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日動画やっていきたいと思うんですけど、今日の動画の構成、いきます。まず得点シーン振り返っていきまして、スタメンの変更点さらっと見ていきまして、で最後に僕が気になったところを配球チャートなんかを見ながら見ていく、この3本でねやっていきます。はい、じゃあですね、まず得点シーン振り返っていきたいと思うので、僕のね、この辺ぐらいにね画像を出しながら一緒に見ていきたいと思います。はい、まず今日はですね、4対2というところでジャイアンツ勝ちました。よいしょ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 というところで、まあ最終戦、勝ちまして、なんか貯金何本でしたっけ、貯金18、すごいね、貯金18ってすごいね、去年何本やったって話ですけども、今年ねやはり、まあピッチャーを中心にね、守りの硬いね、野球ができたっていうところは非常に良かったと思うし、今日もね、最終戦だったんですけど、随所にね、そういういい場面っていうのはね、出てたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、その中で4対2というところですけども、まあやはりみんな分かってるんだよ、みんな分かってるんだけど、改めてね、分かってることをお話ししますけども、先制点取ったらやっぱ強いのよ。当たり前やけど、先制点取ったら、やっぱり主導権握れんのよね。当たり前だよ。そんなみんな分かってる。どのスポーツでも、どの競技でも当たり前やけど、先制点取ったらやっぱりでかいのよ。っていうところで、まあ3回裏ですね、ジャイアンツね、3点取るわけですけども、まあこれ若手の躍動ですよね、ここね。3回裏ね。ワンアウト2塁から佐々木選手のセンター前。で、ワンアウト1塁からオコエ選手のホームラン。これ素晴らしいよね。いや、素晴らしいって。いや、これね、まあ佐々木選手もね、久しぶりにまあスタメンで出てきたわけじゃないですか。で、これの、まあセンター前ヒットね、まあ粘りながらってところのセンター前ヒット。で、ワンアウト1塁からオコエ選手のホームラン。これ見た？これね、カーブ、初球のカーブ、逆方向にホームラン、いかつすぎるって、なんか狙ってましたみたいな、なんかその甘い球来たら打ちに行こうと思ってましたみたいなコメント残してましたけど、いかつすぎるやろと思いました、正直ね。はい、で6回表ですね、これ2アウトからオースティンにねホームラン打たれちゃうんですね、バックスクリーンに。うん、えぐいね、リストの強さえぐない、パーン、えぐいなと思います。で、6回裏、ワンアウト三塁から、これ、門脇選手のこれ、ライト前ね。これね、まあ、次の戦いを見据えた、作戦、エンドランですよね。ランナー三塁でのエンドラン。もう、浅野選手、バー走ってるから、投球する前に。それ、門脇選手高めをパーン打って、これ、ライト前っていうところで、まあ、一種のスクイズみたいなもんっすわ。スクイズみたいなもん。うん。
素晴らしいですよね。はい。で、7回表、ワンアウト2、3塁から、筒香選手のね、これ、犠牲フライ。で、1点返されて、まあ、4対2というところまで行くんですけど、まあ、最後ね、まあ、ギリギリの場面あったんですけどね、後で詳しく言いますけども、ギリギリの場面あったんですけど、まあ、2点差でね、最後、大勢で締めてっていうところで、今日ね、勝ちました。よいしょよいしょよいしょっていうところで、はい、いいゲームだったと思います。はい、じゃあですね、次ですね、スタメンの変更で見ていきたいんで、僕の顔あたりにですね、ちょっと画像を出しながら、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まず、ジャイアンツから行きましょうか。ホームガールジャイアンツね。ちょっと変更点いっぱいあるんで、さらっと振り返っていきます。はい、今日、門脇選手、この間1番だったんですけども、今日8番。で、オコエ選手がですね、この間、ライト守ってたんですけど、今日はセンター守ってます。で、モンテス選手が3番だったんですけども、今日は6番になっておりまして、で、浅野選手がですね、この間、センターだったんですけども、今日は、ライトに入っておりまして、7番に入ってます。で、萩尾選手、この間出てたんですけど、まあなんかちょっと骨折っぽいっすよね。なんかセレモニーかなんか見てたら、ギプスかなんか巻いてたんで、ちょっと骨折っぽいっすけど、この間のね、デッドボールね。で、今日はレフトに佐々木選手がね、1番に入っておりまして、で、この間山瀬選手が、スタメンで出てましたけども、今日は大城選手が5番でキャッチャーで入っております。で、今日はですね、8番にこの間ね、直樹さんが出てたんですけども、今日は、3番で出てたんですが、まあね、脇腹、肋骨がちょっとね、お日々か骨折してるっていうところで、スタメンには名を連ねたものの、1打席目でね、代打送られてというところですね。まあ、これで一応、全試合出場できたんで、素晴らしいなと思います。で、ピッチャーグリフィンから山崎伊織投手というところで、山崎伊織投手ね、2年連続の2桁っていうところをね、最終戦できるかっていうところがね、大きな見物でしたね。はい、で、対する DeNA ですけど、DeNA 変更点ありません。はい、なかったんですよ。で、ピッチャーがジャクソンから石田投手になったっていうだけでね、あとは、スタメン変更点なかったんですね。まあ、DeNA も、ね、まあ、クライマックスありますし、もしかしたらクライマックスね、阪神に勝って上がっていく可能性も、まあ、ゼロではないので、全然あると思うので、うん、で、そこでね、しっかりね、最後、まあ、しっかりした戦いをね、ジャイアンツ見せてほしいなというふうに思っておりました。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところだったりとか、ここポイントでしたみたいなところを、できるだけ分かりやすくて、面白く、絶対面白くね。面白いか分からん。うん、ごめん。ちょっと言い過ぎた。うん、面白いか分からないけど、できるだけね、分かりやすくね、発表していきたいと思うんで、言っていきたいと思うんで、ぜひここから見てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、まず1回表で見ていきましょうか。1回表でね。はい、まあ、強力打線ですよね。DeNA というのはね。はい。で、ワンアウトから、まあ、牧選手にヒット打たれて、佐野選手空振り三振取るも、2アウト1塁からオースティンフォアボール出しちゃうんですね。あ、これちょっと痛かったですね。まあ、ギリギリのボール。これストライクちゃうかみたいなボールだったんですけど、まあ、ボールと言われて、まあ、フォアボールですよね。で、2アウト1、2塁で宮崎選手を空振り三振。今日宮崎選手あんま、合ってなかったですね。うん。これもうカットボールとかで、全然合ってないような空振り三振だったんで、まあ、今日は、宮崎選手ね、調子悪かったんちゃうかなっていうふうに正直思いました。で、次、1回裏ですね。まあ、これね、先ほど言いましたように、まあ、ワンアウト1塁から、まあ、吉川選手にピンチヒッター中山選手が出てきて、まあ、吉川選手今日ね、まあ、一応出場したという、一応というか、出場したというところで、まあ、今年ね、まあ、ガラスの体なんか言われながらもですね、今シーズン全試合出場、おめでとうございます、ダウキさん。おめでとうございます。よろしくお願いします。ご飯よろしくお願いします。はい。というところで、っていうことですね。はい。で、2回もでいきましょうか。2回もで、2アウトから森選手のピッチャーゴロを山崎伊織選手がちょっとね、ファンブルして、ファーストにちょっとこう、ワンバーになってしまって、セーフになっちゃうんですね。これちょっともったいなかったですよね。やっぱり9番、ピッチャーなんで、石田投手なんで、8番で終わらせて次の回9番かなっていうのがね、理想だったと思うんですけど、ここのちょっとエラーでね、9番まで回してしまったっていうのはちょっとね、残念だったなと思います。はい、で、次いきます。3回表ですね。この回、DeNA は1番からなんですね。高打順なんですよ。で、先頭の梶原選手はレフト前ヒット打つんですね。嫌な流れですね。ちょっとやばいなって感じするじゃないですか。で、ここで、ワンアウト、ノーアウト1塁で牧選手を空振り三振。これ非常に良かったですよね。はい。で、ワンアウト1塁。ここで佐野選手、6、4、3のダブルプレー取るわけですけど、まあ、今日の山崎伊織投手ね、
まあ、まっすぐの力ありました。ただまっすぐというところで言うとちょっとこうシュート回転して真ん中に入ってったりっていうボールも多少あったっていうところがあって、まあ危ないな、ちょっと危ないなって思うボールがね、あったんですよ、何球かね。その中で、非常にツーシームというかね、シュートというボールをうまく使いながら、打ち取っていけたんじゃないかなというふうに思うし、これゲッツー取ったんですけど、これ6-4-3なんですけど、これもシュートなんですね。シュートボールでショートゴロ打たしてみたいなところですね、狙い通りのゲッツーだったんじゃないかなっていうふうに思います。でこれね、僕いつも言ってるんですけど、こういういいプレーとかダブルプレーみたいなところで、なった時って次絶対チャンス来るんですね。まあ絶対とは言わないけど、チャンスが来る可能性高いですね。でこのイニングですよね、このすぐイニング、この3回表のすぐイニング、3回裏ですね、これ3点取ったイニングですけど、やっぱりゲッツーの後でこう流れが良くなってジャイアンツが得点するというところですね。はい、これ、先頭の門脇選手、これファーストへの内野安打、これオースティンを取ったんですよ、よう取ったんですよ、うまいこと取ったんですけど、まあ門脇選手の俊足が勝るというところですね。でノーアウト1塁で山崎選手バントをしか決めて、でワンアウト2塁で佐々木選手、これセンター前ヒット、非常に素晴らしいなと思います。はい、追い込まれながらではあったんですけど、最後しっかりね、ちょっと甘めに入ってきてストレートをね、しっかり叩いて、セカンドの横抜いて、しっかりね、これ、タイムリーになったというところですね。で、僕、これびっくりしたのが、これワンアウト一塁の、これ、オコエ選手のホームランね。これすごいな。これすごいよ。ワンアウト一塁で、まあこれ1点取れただけでも良かったんだけど、やっぱり追加点欲しいじゃないですか。でもワンアウト一塁ってなかなか点取れないでしょ。そこからヒット打ってとか、また繋いでいかないといけないでしょ。やっぱね、ホームランってね、すごいね。でもすごい。うん。だって、一振りで1点以上絶対取れるんだもん。いや、当たり前やって。いや、でもすごいじゃないですか。うん。で、これも、1球目のカーブなんですよ。カーブなんですよね。で、やっぱり、ランナーもいたりするから、遅いボールって投げにくいわけですよ。だって、盗塁の可能性あるからね。だけども、そのカーブをですね、オコエ選手、バーン打って、そしてライトにね、逆方向にホームラン打つっていうところで、これちょっとすごいなって、すごいパワーを持ってんなって。さすがフリーバッティングで、阿部監督がなんか3億円プレイヤーのバッティング練習してるみたいに言ってたんで、それぐらいやっぱりパワーがあるんだなというふうに思いました。で、その後もですね、中山選手がね、一塁線抜いたりとか、まあチャンス作ったんですけど、まあ2アウト2塁で大城さんがね、レフトフライ。まあこれも佐野選手うまく取りましたね、これ。抜けた思ったら取りましたね、これ。ナイスプレーだったと思います、マジでね。はい。で、次いきます。これ6回表、これ2アウトからオースティンホームラン。これね、いかつい打球ね、本当に。まあスローカーブでボール、カットボールでボール。ここで2球でね、ワンワンにしたかったですよね。どっちもボールだったんでね、これね。で、カットボールで、これ、空振り取って、ストレートで、ホームランというところで、外寄りかな、外のちょっと、まあ、甘めではあるんだけど、まあ、めちゃくちゃ甘いところではないんだけど、外のボールをね、ヘッド立てて、カーン打ってする、センターバックスリー、ドーン、これちょっとえぐいね。うん、こんなん、こんな感じでしょ、オースティン。こんな、横から見たらこんなんでしょ。脇こうなって、こんな感じでしょ。カーンね、えぐいな、どう。はい、ナイスバッティングだと思います。はい。で、6回裏ですね。これね、ジャイアンツ、また得点するわけですけども。で、これね、やっぱ、点取られた後に、すぐ取ったりできたのが今日良かったですよね。はい。で、これ、まあ、これね、ワンアウトから浅野選手がこれ、ライトへのスリーベースね。大体、なんか浅野選手がなんか出たりとか、なんかこう、ヒット打ったりとかしたら、結構得点する確率って結構僕高いなっていうふうに思うんですけど、皆さんどう思います？うん、本当に高いなって感じするんですよね、僕ね。はい。で、ワンアウト3塁で、これ、門脇選手、これ、ライト前ヒットですけど、ここさっき言ったね、エンドランね。うん。1球目、カットボールでボール。で、2球目、ストレート来たんですよ。で、これ、クソボールなんですよ、正味。ここら辺来たんですよ。顔あたり来たんですけど、もう、浅野選手、だから、ピッチャーこうやって、セット、ポジションするでしょ。で、足上げて、もう、この辺ぐらいでも走ってるわけですよ。もう、スクイズみたいな感じで、走ってて、で、この辺来たんですよ、球。普通で見逃したら、余裕でボール。うん、なんだけど、エンドランやから、門脇選手、カーン高め、カーン打って、抜いていくんですけど、これね、多分ね、短期決戦というか、これからの戦いを見据えての多分、采配だと思うんですね。シーズンであんまり、やらないと思うんですよ。うん。うん。やるんだったらスクイズとかやると思うんですけど、これをね、高めのボール、エンドラン、ランナー3塁のエンドラン、パーンやってきたっていうのは、非常に、多分ね、今後見据えた采配だったんじゃないかなと思います。ナイスバッティングだったなと思います。結構前だったね、DNA の守備位置が結構前というか、ほんまに前進守備だったんで、前進の前進ぐらいだったんで、もう、ほんまとりあえずバッターでじゃなんとかなるやろみたいな感じですね。はい。
で、7回表ですね、これ点取られるわけですけど、これね、ここ非常にポイントのね、場面だったと思うんですが、これね、先頭、これ桑原選手、これセンター前ヒット打つんですよ。あ、ちょっとやばいなって感じするじゃないですか。で、ノーアウト1塁で、これ戸柱選手のファーストゴロね、これね、めちゃくちゃでかいプレーあったんですよ。これ何がっていうと、これね、結果から見たらファーストゴロなんですよ。これノーアウト1塁でファーストゴロなんですよ。うん。で、セカンドでアウト取って、まあ、1塁はセーフやったんですけど、これね、岡本選手のファーストの守備ね。うん。ぜひ映像見て。めちゃくちゃうまいから。あ、めちゃくちゃうまいから。あ、ランナー一塁、はい、いるから、初めファーストって、牽制待ってるんよ。牽制を待ってるんですね。で、それでピッチャーが、ホームに投げるってなったら、ちょっとこう、守備位置を動くんですけど、で、一、二塁間にゴロ来たんですよ。ポンポンって。これね、普通の下手くそなね、ファーストやったら、絶対取れてないんですよ。だけど、岡本選手ね、ミットを下からうまーく使って、バウンドパパーンと合わせて、ランニングスロー、二塁に投げて、アウト取ったんですけど、これ普通にね、ジャイアンツファン、これ、普通やと思ってるじゃないですか。これ普通じゃないんですよね。うん、間違いなく他のポジション、他の、まあ、球団の、まあ、全員とは言わないよ。全員じゃないけど、他の球団の、まあ、ヘッタクスラファーストやったら絶対取れないし、絶対エラーしてる可能性高いんだけど、岡本選手ほんま上手いんで、これをね、しっかりアウト取れるっていうところが、これね、今年ね、吉野部さんも、今日の解説の吉野部さんも言ってましたけど、こういう細かいところですよね。こういう一個一個のアウトを取れるっていうところが、非常にね、今年のね、ジャイアンツの強さじゃないかなと思うんですね。で、ワンアウト10で森選手が、これレフトで二塁で打つんですけど、ちょっと佐々木選手がね、多分ね、ライン戦というか、寄ってたんですよ。で、左中間に来たんですけど、ちょっと後逸しちゃったんですよね。後ろ反らしちゃって、で、二三塁になるんですよね。まあ、これなんとか止めたかったなっていうところあるんですよね。本当に。で、ワンアウト二三塁で、ここでピッチャー変わるんですね。高梨さんにスイッチして、で、代打で、これ、筒香選手出てくるんですよ。で、これも、スライダーっていう球種ね。左で、スライダーってめっちゃ打ちにくいんですよ。もう自分の背中から来るんですよ。で、筒香選手ね、なかなかスライダーに合ってなかったっていうのがあって、4球スライダー行ったんですけど、最後シュート行ったんですね。まっすぐかシュート行って、で、まあセンターフライ打たれてっていうところ犠牲フライ取られると。で、ここで、まあ4対2になるわけですよ。で、まだランナー3塁残ってるわけなんですね。2アウト3塁で梶原選手というところで、まだランナー3塁残ってるんですよ。ここでもし、例えばね、タイムリーで打たれたら、1点差になるじゃないですか。1点差って何が起こるかわからんから、怖いんですよね。で、ここで、配球チャートですよ。ここめちゃくちゃ大事な場面なんで、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、これ結局ね、結果から言うと、空振り三振だったんですよ。これね、素晴らしかったんですね。というのも、これ配球チャート見て、外固まって最後、インコースえぐってるでしょ。これきついよね、バッターからしたらね。はい、これスライダーで空振り、スライダーでストライク、2球でストライク取れた、2ストライクになったのは非常に大きいですよね。で、スライダーでボール。で、スライダーでファール。で、ここで結構ついてきたなって感じしてるんですよ。スライダーの頭になってきてるなってバッターが。うん。で、そこで最後シュートボール、えぐって空振り三振なんですけど、これね、もう今年の高梨さんもそうだし、まあ、船場さんの投手もそうなんだけど、めちゃくちゃ素晴らしいね。横の幅っていうところがね、バッターが、非常に多分打ちにくいと思う。本当に嫌がってると思う。これね、この三振とかも。うん。だから素晴らしいなと思います。いろんなね、厳しい場面で投げることばっかりですけど、そこでね、まあメンタルもそうですし、技術もそうですけども、やっぱりね、しっかりね、してるっていうところがね、しっかり準備してるっていうのがね、よく見えます。本当に素晴らしいと思いました。一年間ね。はい。で、そっからですね、まあ、久しぶりに堀も見ましたね。堀岡ね。もうそうやし、ケラー、で、坂本投手来たりとかね。で、最後、大勢でね。まあ、ヒット1本打たれて、まあ、盗塁ね、決められたりとかで、ランナー2塁のところに行きましたけども、まあ、結局最後、しっかり攻めて、三振取って、終わりましたというところで、非常に素晴らしい勝ちだったと思うし、やっぱ今日の、まあいろいろね、若手の躍動とか、いろいろありましたけど、まあ、今日見てたらね、やっぱ岡本選手の守備ね、岡本選手の守備だけに限ったわけじゃないけど、ああいうね、細かいところなんですよ。一個、これアウト取れるか取れないかとか、そういったところなんですよ。こう、次の塁一個いけるかいけないかみたいなところって、おいおい、そんなん、まあ、そんな細かいとこやん。そんなんもうホームラン打ちゃいいやん。みたいな感じで思うかもしれないけど、でもやっぱりほんまにね、なかなかうまくいかないし、ホームラン打てって言っても打てないし、やっぱりね、その一個一個のほんまちっちゃい積み重ねが、やっぱりそういうね、本当に勝敗を分ける、
ところになってくると思うので、非常にねそういった意味で、今年の巨人はね、細かい野球というか、あ、素晴らしいこの卒のない野球がねできてたから、こんだけ勝てたんじゃないかなっていうふうに改めて思いました。はい、そんな感じでね、非常に、気持ち、勝利でしたし、最後ね、今年、まあ僕試合開始するのが最後ですから、シーズンでしたらね、シーズンで言ったら最後ですから、まあ、そういったところでね、皆さんね今年1年、僕のねチャンネル見てくださってありがとうございました。まあ、これからもね CS であったりとかで日本シリーズも解説していきたいと思うんで、ぜひね小山翔平ベースボールチャンネルをこれからもよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっとこうと思うんですけど、チャンネル登録者数ね5万人目指してますんで、まだの方でいらっしゃいましたらチャンネル登録ポチ、高評価ポチ、通知のボタンもポチなんかしていただけるとね嬉しいと思うんで、ぜひ皆さんこれからもよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これをどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。